最終節は福島でのゲームとなりましたけれども、振り返っていかがでしょうか。そうですね、この、慣れ親しんだスタジアムで、今年グルージャ盛岡を契約満了になって、そして初めてスタメンで出れるということで、特別な気持ちがありましたけど、やっぱり最後勝てて終われなかったのはすごい悔しいですし、またこの悔しさをバネにまたこれから頑張っていこうと思いました。ただ盛岡のサポーターもたくさん駆けつけてくれましたね。そうですね、最終戦ということもあってたくさん人が、駆けつけてくれて、すごい、力をくれました。それは感謝したいと思います。今日のご自身のプレーというのを最後に振り返っていかがでしょうか。そうですね、もうあと2点3点と決めるチャンスはあったので、そこを決めきれずに、最後チームを勝利に導けなかったのはすごい、悔しい思いが残ってます。ありがとうございました。